高官兼出身。巨人となったが紳士となることができず、古雪岩の出資のもと、石膏寺を大使の官職を金で買った。その後、時計、定会、任那の権礼を歴任したが、民衆からの評判が良く、1855年に、公衆地府に抜擢され、石膏巡部の何勝ツ清氏にその再刊を評価された。何勝ツ清氏が、 両校総督に就任すると、チャンスはゼチ、ついで不正死に抜擢された。大幽霊は財政に明るく、何かつら清氏に頼りにされていたのである。公衆地府の時代に、古節岩を助力し、岡高戦争の設立に、多大なる支援を行っている。古節岩の干渉としての出発は、このことから始まる。特に、園遊局を設置し、 資金の管理と領食の運搬を任せる。遠遊局の資金は、岡港戦争に一括管理されることとなる。1860年、太平天国軍が甲州を陥落させ、石膏順部ら従う殿は自殺した。これに対し何かつら清氏は、大幽霊を、公認の石膏順部に推薦した。皆豊か帝は速やかに、甲州を奪還するように命じたが、 大幽霊は、福建軍を率いて、太平天国軍を破り、甲州を回復した。同年、太平天国軍十万が奇襲から、石膏省に入り、玄州を陥落させて、甲州に迫ったが、将軍の隋政と共に、これを撃退し、玄州を回復した。1861年10月、正山、初期、将校が陥落し、領職が途絶えるようになった。 大幽霊はリモト旅をアゼチに任命して、将軍8000人を招いたが、援軍は、竜遊で阻まれて到着できなかった。甲州は、太平天国の李秀重軍によって、完全に包囲された。甲州城は、食料がつき、士気が低下し、ついに12月に陥落した。大幽霊は毒を仰いだが死にきれず、医師した。死後、葬瓶の死亡が送られた。ありがとうございます。